顔できるってすげえよな。お前何も知らんってももうすでに変顔じゃん。金？いや、その顔はもう変顔じゃん。俺やべえもんな、仕事中ケツ痛えとか普通に頭がスポンジになっちゃったとか言って普通に。あー、ダメ。なぜ彼らは傘をささないで来てしまったの謎だよ。できたじゃん。あ、そうだ、はい、アルコールチェッカーの電池変えなくちゃ、はい、ちょっと怖いからね。なんで？あんまり飲んでないけど。あんまりっていうか飲んでないじゃん。ちょっと最近ね、飲んでないんだけど、前日に飲んで、あー、そういうこと？そう、アルコール分解できてなくて、ふって吹いたら、ブーってなって、捕まるって本当にあれらしい。水飲むのがいいって言ってるよね。ない、飲んでもダメです。ないない、もう、時を待つしかない。あれ、じゃあ分解が早くなるんだけど、なんかあったら、いや、そんなすぐには消えねえ。ないと思うよ、正直。もう諦めろって。次の、いや、なんかやってたよ、言ってたよ。あの、それ登山なんだけど、高いところで酒飲むと、うん、酔いが回るの早くなるじゃん、はい、それを抑えるのに、まあ、量を少なくするから飲んだ後に何だっけな、何杯の水を飲むとかがいいって言ってたよ。やっぱ初めてあれだな。だからそういう効果あるんじゃない、多少は。1号路行こうとした時懐かしいね。1号路って全然分かんなくてさ、難易度が。しんどかったんだよ、ね、だから舗装路だけど一番死んでんだよ。その急勾配すぎて、ビールビアガーデンだっけ、うん、うわー、そこ止まってんのかよ、勘弁してくれよ。ビアガーデンやってる時にさ、うん、でしかも夜に行ったじゃん、初めて高尾行った時、うん、で全然わかんないわけで、1号路の難易度って、うん、でさ、すぐなのかなと思ってさ、うん、全然めちゃくちゃ距離あったじゃん、うん、危なかったなと思って、軽いノリで行こうと思ってたもんね。みんな周りはそもそも酒飲む気はなかったんだけど、結構周りの声聞くとさ、すぐでしょみたいな感じで、全然すぐじゃなかったっていう。あ、軽い、標高599だからね。うん、いやでも1号路って分かんないじゃん、中途半端だし。舗装されてるからそうでもないってみんな思っちゃうんだよ、一瞬。そうそうそう、でも全然ね、そうでもあるからね。結構1号路は大変。他の山道よりは歩きやすくしてる分、急勾配が他よりも結構多いよとは私は思っている。1号路、うん、まあ、そう、長いんだよあれでもな、まあ、巻き道だよ、一種の巻き道だからしょうがないじゃん。うん、巻き道って基本長いじゃん。はい、ねえ、ケイちゃんパチスロやりたいよ。ここにポチスロー、ど根性ガエルやってる。ポポスロー、久々に高尾行く気がする。あ、ここ大丈夫でしょ。スマホをいじりながら歩かないといけない。病気だよ、病気。あれちょっと分かんないから、行く気あるんだかないんだか。まず今の人も依存症のやべえよ、うん、まあ、歩きながらでも末期だよね、うん、チャリもなきゃ、うん、車なんかもっと論外だよ、だって事故起こすだけだもん。欲しいのか。なんで行った山は集めたくなるの。別に
座って行けるじゃん。高尾山 T シャツじゃなかった。高尾山軍って買おうかなって。え？高尾山軍ってどこ行っちゃった。あのたくさん買った。特にボロボロされたから捨てたんじゃないの。そうだったっけ。知らない。結構使い勝手いいんだよ。だからほぼ大体あれカバンから引っ張り出してなんか分回してんじゃん。気づくと。そう。プー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 プ江ノ島に帰ってよかったよ。じゃあ江ノ島だるいんだもん。こんな。帰ってどういう感じ？で高尾だと？江ノ島だと？江ノ島つくもんやな。もうね、もう帰ろうかって感じになってる。途中で U ターンしよう。そうそうそう。よいしょ。これわかんないよね交差点。で曲がるじゃん。曲がっててもああいうさあのオレンジ色の車みたいにさ。ここ曲がるって分かんないよね。ちゃんと書いてあるからね、あそこに青いのでね、分かりやすい。あれもうちょっとでかくていいよ。私もあれちょっとちっちゃいなと思う。あれ5倍ぐらい大きくした方がいいよ。ここ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 って逆走したって思っちゃうんだよね、初見で。間違って何回もね、入っちゃったもんね。2回入ったもんね。ああ行っちゃったってなるもんね。あれはね、分かりづらい。でもタコはこっちって思いっきりなんか書いてほしい。こっちはい、なんかさ高速道路、高速だよってもうちょっとはっきりしてほしいよね。うん、あのここ分かりづらいからちっちゃいんだよ書いてあらんない。そうなんだよ、ね、怖い。ああ久々にタコ行くぜ。なんか楽しくなってきた。うん、あいい、この雨降ってるからこそいいんだよタコ、うん、雨降ってる山も悪くないんだよ、うん、こういう幻想的な世界が。やべえ、案外見えねえ、足回り。でも腹がつかえてるってこと？違う。え？素揚げじゃなくて、低くて。ああ、そういうこと。高尾山方面は左手。久々だね、今度ことね。ね。まあ、言ったそばからさ、インター行かないで。気をつける。もう笑っちゃうから、ね、質問されたら。ないとは思うけど。もうね、ゼロではないから。うん。久々だよ。やべ、高尾なんかすげえ久々だな。もう全然行ってない。うん。よいしょ。最後見たのだって草と山とかあっち側だもん。さて、この水内ナンバーは、インター、インター。いや、インターでしょ、水内。じゃあ、まっすぐでしょ。間違えるなよ。いや、インター行くんじゃないの。うん、あ、違う、ウインカーダッチから、そうね。お、間違ってない、正解です。これは、ね、一瞬逆走したかと思っちゃうんだよ、これ。そうなんだ、ね、あれとか、一瞬、間違えた。一瞬前をね、こっちは左か。左。久々。あー落ち着くわ。高尾山やっぱいいな。混んでんのがネックなだけだから。いや、この時間に行くのが一番いい。いねえから。この時間から行く人いねえ。うん、夏はね、だいたいこの時間に行くのがベスト。なんか個人的に暑いし混むし。高尾山は本当にスマートに行った。その汗ばんで行くようなとこじゃないよ。駐車場、はい、空いてて、でここ右折しようかなって思ってたら、この車、こっちの方ね、で後ろにいた車がスーッと入っちゃった。あれ、と思って、なんとも言えないけど、ちょっとでもなんか、あ逆か、
こっちの車が映ったりってた、うん、そう、入ってたんです。そんな意地悪ある、意地悪っていうか、マジか。どうだっけ向こうさんでしょ、あ、そっかそっか、あれ、あ、なんか工事中か、ここだっけ、ここじゃないよ、ここではないよ、あ、ここ、ここじゃない、ここじゃないよ、あれ、これじゃないの、ここじゃない、あれ、ここじゃなかったっけ、あれ、じゃあ今のとこじゃないの、あれ、あ、入れんね、ここあれ？だから今のとこでしょ。今のとこ。うん。だから今のとこなっつってんのにおめえ。忘れちゃった。モール間違えちゃった。まあいいや。セブンイレブンでね。何これ？何が？セルティックモーニング。今かどうせ空いてるから。これね。